今日は一流パティシエや和菓子職人たちが生み出す極上のスイーツとそれまでのドラマを紹介する奇跡のスイーツです。まず紹介するのは、平日でも開店前からお客さんが並び行列ができるのが当たり前、生クリームが一味違うと評判の札幌市東区の人気店、ル・パティシエ古田。こちらがオーナーシェフの古田義和さんです。オープン前から考えてスッと溶けるっていうか、シャープさが他と全然違うと思います。スイーツ古田という名前を聞いて、もしかしてと思われた方いるんじゃないでしょうか。実はこの方、この企画でおなじみのパティスリーフレールの古田博正さんの実の弟さんです。義和さん自身もフレールに8年在籍し、チーフパティシエを務め、2014年にジャパンケーキショーという歴史と格式がある大会で見事金賞を受賞したんです。北海道もミルク王国、ミルクがすごく強いじゃないですか。コーヒーのクリープが大量に入っていたり、完成するまでに10日間熟成させて、こう深い味わいに変わっていくっていう。さらに翌年には札幌スイーツコンペティション焼き菓子部門においてグランプリを受賞し、名実ともに一流パティシエの仲間入りを果たしました。古田さんがパティシエを目指すきっかけになったのが、高校卒業後すぐに勤めた大手製菓メーカー森本での運命的な出会いでした。人生を変えてくれるような師匠の塩屋さんに出会って、お菓子屋さんの世界っていうのは使う側か使われる側か、お前はどっちに行きたいのって言われて、自分でやりたいです、35でやりますって言ったんですよね。まあ、特に理由はなかったんですよ本当に。じゃあお前32歳の時何やってんの、じゃあ28歳の時何やってんの、夢を叶えたかったら逆算しなさいと、独立を考える一番最初のきっかけになった出会いですね。その恩師塩谷隆さんは今は古田の洋菓子顧問として近くで支えてくれています。やっぱり当時はあんちゃんで頼りなかったですね。今はもう頼れる存在だし、全力で払えようと思いましたね。古田さんはその後、ロマン亭、フレールといった名店で実力を磨き、師匠に明言した通り35歳で自分の店を出店しました。まさに有言実行ですよね。とにかく人のおかげで今がある、少しでもこう感謝の表現をしたい、それをお客様にも反映できるようなお店にしていきたいというふうに思ってます。その思いを形にしたのが店の不動の一番人気、自慢の生クリームがたっぷりと詰まったオムレツフレールです。このお店を立ち上げる前にパティスリーフレールで、あの兄と一緒に作った思い出から、フレールが兄弟という意味なので、オムレツフレールという名前にしてます。このオムレツフレールの人気の秘密は、やはりこちらの最も力を注いで作るという生クリームだといいます。うちのクリームっていうのは生クリームのために作られているクリームとはちょっと違うんですよ。アイスクリームで使ったり、ソフトクリームの原料として使ったりするようなクリームだと思います。普通の脂肪球っていうものが均一に調整するような工程が入ったりするんですけども、こうふんわり感はすごく出るんですけど、もたつくというか、うちのは本来普通こう脂肪球がこう均一にならなきゃいけないものが不規則なまだらになってしまうような状態、あえてそういうクリームにしてます。スッと溶けるっていうか、そのシャープさが他と全然違うと思います。自慢のオムレツフレールは生クリームをアレンジできるため種類が豊富なんですって。開店以来7月の海の日に、いろんな種類のオムレツが唯一出るオムの日っていうのをやってたんですけど、すさまじいお客さんが来てしまうので、コロナ禍を考えた時に去年からオムの月に変えたんですよ。この7月だけは4週かけて週替わりで全部で12種類いろんなオムレツが出ます。全種類制覇してもらいたいなと思ってます。そして古田さんのお菓子作りの原点となっているのが、僕はお父さんのお菓子が一番美味しいと思ってます。僕の父が作ったあんこ、僕もやっぱり生クリームにすごくこだわっているので、その2つが融合したら他のお菓子屋さんでは真似できないんじゃないかなって。自分の父が作ったものを息子が何かするとかってことって普通ないと思うんで、思い入れの深いお菓子になってるかなと思います。あんこ続けて50年はやってますね。普通のところは大体不祥事だと思いますけどね。うちは十勝さんの大納言で、普通のところはやっぱり焦げないようにずっと混ぜるんですよ。そうすると豆が潰れてドローっとこうなる。
うちの場合は半日ぐらい弱い火で混ぜないようにさらっとしてて粒感があるなって、そういう感じになるんです。父へのリスペクトから店で和菓子の販売も行っています。こちらが吉弘さんの代表作、よもぎ亀太郎饅頭。そしてこちらが十勝産大納言小豆の食感を最大限生かした、その名も親父のどら焼き。ネーミングでもお父さんへの思いが伝わりますよね。こうした父への思い、父の和菓子職人としての腕を生かして形となった、明日から発売開始のスペシャルスイーツを本邦初公開してくれましたよ。私の娘が修学旅行で四国の一六タルトというあんこをサンドしたロールケーキなんですけど、お土産で買ってきてくれて、パパもこういうあんこ使ったショートケーキ作ったよって言われたところからもうやってみようかなと。やっぱり主役があんこでなきゃいけないので、父が作ったあんこに合わせてそのスポンジもあえて固くすることによって、口どけのスピードを遅らせてあんこと同じスピードで溶けるように。あんことクリームが溶けるスピードが全然違う。あんこだけ最後にこう残ってしまうんですよね。しっかり立てて硬い生でやるのが一番ベストだっていうのが分かって、全体のバランス、1個のお菓子の中に足し算あったり引き算があるから、その100を超えられる美味しさになるんじゃないかなっていう、うちにしかできない感覚のお菓子になったと思います。ここまで生クリームに強い思い入れがあるからこそゆえに、5月にオープンさせたのがケーキ屋が作るソフトクリームのお店なんです。僕らパティシエが本気で考えて作ったソフトクリームなんですけど、ソフトクリームの乳脂肪分を上げるときにこだわりの生クリームを使って、少しでもこうコクとか、そのスッキリ感が出せるように、こだわって選んで生クリームをソフトクリームに使ってます。生乳 100% 本当にこう口どけの良さとかその滑らかさ楽しんでいただけたらいいなと思ってます。ソフトクリームそのものだけではなく、販売スタイルにもこだわりがあるようですよ。実は移動販売車、やっぱりこう今の時代に合わせて外で提供できること、公園のそばなんでお子さんが来たりおじいちゃんと一緒に公園で遊んで帰ってきた時にこう食べて帰ってもらえるような。開店1週間前、砂利道がきれいに舗装され、移動車の黄色と近くの百合ヶ原公園の緑色と融合して映える赤色のペンキでそこが塗られました。ペンキが乾いたらその敷地に4トントラックが入れられ、販売員にオーナー自ら丁寧に巻き方のレクチャーも行われました。大体決まったルールに行くと思うから、自分で感覚的にでっかいなとか小さいなって絶対わかるじゃん。まあいいね、でも上手な人は値段だね。この日スポンサー契約した北海道唯一のプロテニスプレイヤーとそのコーチも上院後ソフトクリームの巻き方を教えてもらっていましたが、え、ちょっと怖い、うまい、お、結構、いやいや、いい感じ、初めて開いた、美味しい、大丈夫、夏の練習終わりについ おはようございます。優先してもらいたいのは、お客様、あとは、とにかく笑顔でよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、あ、大変お待たせしました。ルーパティシエフルタグラシエ、オープンします。初日から850本、その週末には1500本も売れる幸先の良いスタートとなりました。ケーキ屋さんのソフトクリームだね。ありがとうございます。南部のミルクの味がする。本当にね、生クリームなんですよ。だからすっごく美味しい。いや嬉しいですよね、やっぱり。ずっとドキドキするし、ずっとワクワクするし。まずはここで愛されるようなソフトクリームをしっかり作っていって、いろんな人のつながりでできたこのソフトクリームを少しでも多くの方に食べてもらえる、そういうようなお店にしていきたいなと思ってます。